新井駅は、新潟県妙高市栄町にある、越後ときめき鉄道、日本貨物鉄道の駅である。妙高市の代表駅で、新潟駅と北陸新幹線の上越妙高駅の間を連絡する特急、白雪号往復のうち、に往復は当駅発着となっている。北陸新幹線金沢延伸前までは、 東日本旅客鉄道新越本線に所属する駅であったが2015年3月14日の北陸新幹線延伸開業に際して並行在来線として経営分離され第3セクターの越後ときめき鉄道へ移管された経営分離前は兵庫県にある万端線の荒井駅と区別するため乗車券には荒井と表記されていた島式ホーム一面二線 単式ホーム一面一線を有する地上駅で、駅舎は単式ホームである一番乗り場側にあり、両ホームは古戦橋で連絡している。公設機のホーム、越後と決目機鉄道が管理する直営駅で、地区管理駅として、日本利益を管理している。コンコースには、窓口と友人改札口のほか、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、自動販売機が設置されている。 コンコース窓口には、板1線の乗車券、オリジナルグッズのほか、マルス端末が設置されており、全国の JR 線の乗車券や特急券、特別企画乗車券も販売している。化粧室は改札外と一番線ホーム上に設置されている。JR 東日本新潟支社が管理する直営駅で、自駅のミのタ駅管理駅として運営が行われていた。緑の窓口や、 有人改札口を有しており、待合室内には2015年1月10日まで売店のキオスクが出店していた。企画乗車券に対応したレンタサイクルの貸し出しも実施していたが、経営分離にあたって廃止となった。JR 貨物の駅は、専用線発着コンテナ貨物、専用線発議車扱い貨物の取扱い駅となっているが、2008年3月15日の、 ダイヤ改正で貨物列車の設定が廃止された。2007年末に列車の運行が廃止される前は、駅北側にあるダイゼル荒井工場へ専用線が続いており、コンテナやタンク車による原料、製品の輸送が行われていた。坂田港駅から液化塩素や化成ソーダなどが到着していたほか、化学薬品の発送も行っていた。 2020年度の1日平均乗車人員は731人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅周辺は、病光市の中心市街地で、駅正面側は商店街となっており、市役所も徒歩圏内にある。駅前から西へ2本に伸びる通りの内北側の通りは、片持ちアーケードのかかる商店街となっており、 商店や飲食店が並ぶほか2017年まではスーパーマーケットがあった。また、毎月6と10のつく日と30日に6、10市と呼ばれる朝市が開かれ、賑わっている。南側の通りには後日のアライバスターミナルや、病校市役所が並ぶ。駅から西へ400メートルほど離れた南北方向の通りは北国街道であり、宿場町荒い軸となっていた。このか。 市街地には県立高校、私立小中学校をはじめ、公共施設や医療機関、金融機関などが多く所在している。当駅はロッテアライリゾートの最寄り駅であり、送迎バスが運行されることもある。宿泊施設としてホテルルートインアライがあり、商業施設や消防署などが立地している。アライバスターミナル駅舎前が狭いため、一般路線バスは、 駅舎西側の首南バス、新井バスターミナルを発着する。2020年4月時点での情報を示す。妙高市では当駅を妙高高原駅と合わせ、2018年度着工を目標に改修し、古線橋へのエレベーター設置などを計画していたが、2016年に季節の古線橋が流用できないなどで、改修費用が想定を超え、市で全額を賄えないことから、 病高抗原液とともに計画中止となることが報道された。荒いを発音する上でのアクセントは二文字目のラに置かれることがある。注釈出典。ありがとうございます。